はい、皆さんこんにちは、村田です。 YouTube チャンネルを開設してもう少しで3ヶ月ぐらい経つんですけれども、おかげさまでたくさんの人に見てもらって、徐々にチャンネル登録者数も増えてきました。いつも見ていただいている方、マジでありがとうございます。これからも皆さんのためになるようなガジェットレビューをお届けしていきますので、引き続き見てくれると嬉しいです。まだチャンネル登録をしていないという人は、ぜひこの動画をきっかけにチャンネル登録してくれると最高です。でね、いろんな YouTuber がやっていることで、ちょっと僕も挑戦してみたいなと思っていたのがあったんです。それがビデオブログ、いわゆるビログっていうやつです。ビログってブログのビデオバージョンなんですけど、日々の日常をビデオで収めるっていうコンテンツなんですけど、多くの YouTuber がやっていますよね。そこでビログにぴったりなガジェットを見つけました。それが博来のトミポケットジンバルっていうカメラです。この小さなボディにもかかわらず、三軸のジンバル内蔵のカメラなので、手ぶれを抑えてヌルヌル動くようなスムーズな動画が撮れます。正直僕はあまりカメラに詳しくないんですけど、初心者にも使いやすい、価格も安くて、コスパがいいカメラっていうことなので、ビログを撮影していきたいと思います。ビログの最後にこのカメラをレビューしていますので、最後まで動画をチェックしてくれると嬉しいです。それでは行きましょう。今渋谷の街をぐる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 歩いてきたんですけど、ちょっとね、まだ編集前なので、このジンバルで撮った映像がどんな感じで仕上がるかわからないんですけど、プレビューの画面で見た感じだと結構ヌルヌル動いていていいんじゃないかなと思います。やっぱりなんといってもこの軽さ、コンパクトさ、重さはだいたい 134g ぐらいのスペックで、持っていても全然疲れないで、かなり良かったですね。で、撮影の開始も開始と終了もこの後ろのこのボタンを押すだけなので、ささっと取り出してパッてボタンを押せば撮影すぐ開始できるので、それも点も非常に良かったですね。あとこのスクリーンですね、やっぱり自撮りしながらこのスクリーンで確認しながらこうやって話すことができるので、非常にこれは便利ですね。地味に使えそうだなと思ったのは、この三脚ネジの穴があるので、ちょっと今日はつかなかったんですけど、例えばタイムラプスの撮影だとか、そういった時に三脚をこのネジ穴に入れて置いておけば固定されて非常に便利じゃないかなと思いますね。今、このジンバルで撮影している映像がこのスマホに Wi-Fi 経由でリアルタイムにこんな風に
確認しながら撮影ができたりするので非常に便利ですね。あとこのスマホ側からある程度このジンバルを操作することもできるので、その点に関しても使いやすいポイントかなと思います。特徴としてはこの Wi-Fi 経由でスマホと連動ができて、さらにこちらで撮影した映像も Wi-Fi 経由でデータ転送スマホ側にすることができて、それはいちいちこの SD カードを取り出してパソコンに取り込んでみたいな面倒くさいことがないので非常に便利なんじゃないかなと思いました。で、記憶媒体に関してはこちらにマイクロ SD カードが入ります。 128GB までのマイクロ SD カードに対応しているので、ちょっと 4K の撮影とかするとちょっと物足りないかなという感じはするんですが、まあまあまあマイクロ SD カードも入れることができます。で、充電に関しては USB-C ポートが搭載されているので、付属の USB-C 充電器を接続することで本体を充電することができます。はい、ということで、今回はこのジンバルを紹介しました。三軸のメカニカルジンバル、前後左右縦ですね、手ぶれをなくしてくれて非常に Vlog が撮りやすいアイテムだったかなと思います。もし今回みたいな Vlog が、好評ならまた、僕の日常を切り取って、Vlog にしてみたいなと思いますので、よかったなと思った方はグッドボタンをお願いします。チャンネル登録がまだの方は下のチャンネル登録ボタンからポチッと押していただいて、ください。日々の生活が豊かになるものがキャッチアップできますので、また次回の動画も見てくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。